ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がポルシェ GT32022年式670キロ、こちらの車両になります。毎回の同じ流れなんですけども、今回紹介ではございません。丸2と同じ感じの雑談で雑談だね、はい。これもう紹介するって言っても紹介するとこだらけですし、出て少し経ってますし、まあいろんなそのレビューだったりとかプロの方の解説動画あると思いますんで、まそちらにも解説系はお任せして、土川さんとワイワイこちらの車をいろいろ喋っていきたいなと思います。でいつもはあのポルシェだとオプションのなんかこういろいろこうピンキリじゃないですか。そうですね。なのでオプションの解説だったりついてるついてませんのお話は多いんですけれども、まあ GT3 かなりオプションも少ないのと、まああとは今回雑談なんで、まあ、そこはちょっとふわっと、あとは車の全体的な、僕ちょっと今回少しだけ勉強してきましたんで、そんな感じの内容でお届けしたいと思います。でまず、もうすっごいあの初歩のとこから振り返っていいですか。はい。で GT3 っていう車がもともとはこれ996から始まってるじゃないですか。そうです。限定的に始まりましたね、はい。大元の流れっていうのは1973年のカレラ RS からの流れなんですか。はい。でそこからまあ993の RS が出たりとかで、GT3 っていう名前がついたのが996からということ。そうですね。でもその頃から、まあ後席がなかったりだとか、まあ当然後席がないんで装備もなかったり、まああとはサンルーフとか、あとは消音材がなかったりだとか、まああとはレーシングカー直径のエンジンが乗せられてたりとか。そうですね。まああとはブレーキの大型化とかエアロダイナミクスの見直しだったりとか、もうその流れがずっと続いてきた、もう現代の完成形というかの車になるんですよ。で今回のこの一番のトピックとしてはやっぱりリアみたいです。ホームページを見ると、普通の車って前がこうフロントマスクがこうバーンって出る感じじゃないですか、この車新しい車です、どういうわけか GT3 もうリアの写真ばっかりなんですよ、ホームページに。はい。だからリアのいろいろ改善点とか、こうアピールしたいところがたくさんあるんだなっていうのが、ホームページからもこう見て取れるぐらい、こうリアにこういろんなものが詰まってるんで、まあ、リアから紹介していきたいところなんですけど、いつも通り今回は前からご紹介させていただきたいと思います。ね、まあ、ポイントとしては、まあ、若干のボディサイズアップで、あとは若干の軽量化ということ で、その若干のボディサイズアップということなんですけども、なかなかこう数字だと伝わらないかもしれないですけど、一応全長の方が4573、全幅の方が1852、そして全高の方が普通の彼らよりググッと低くて1279ということで、はい。でこれサイズ的なものでいくと、やっぱりこうプラットフォームが関係してくるじゃないですか、はい。プラットフォーム MMBっていうミッドシップモジュラープラットフォームかな、間違ってたらすいません、これが991とか718共通のプラットフォームらしいですよ。なるほどね。らしいです、でそのプラットフォームっていうとなんか真ん中の子にこう前のこの、サブフレーム的なついてて感じじゃないですか、そうじゃなくって、ちょっとポルシェの場合特殊で、フロントセンターリアの3ピース構造のプラットフォームになるんです。でそれぞれを取っ替えることによっていろんな車種に対応できる。なるほどね。リアセクション取り替えたらミッドシップとリアエンジン両方いけちゃいます。そういうプラットフォームらしいです。で、まあ、そのいろいろ対応できるっていうところもすごいところなんですけど、車のその骨格であるプラットフォームが今回めちゃくちゃ軽いらしいです。おでプラットフォームってどうしても基本骨格のところなんで、もう安全性だったりだとか、まあ、いろんなそのパワーアップ、まあ、馬力もどんどん上がってるじゃないですか。それに伴って歴代どんどん重くなってきてるらしいですよ。で993だと220キロぐらいから始まって、996で255キロ、で997に行ったって270キロあるんですよ。へー、意外じゃないですか。意外ですね。でこれはまずいということで、一応その基本骨格のとこから見直して、この992に関しては240キロ、だから993の世代まで軽量化が進んでるプラットフォームらしいです。すごいダイエットだね。めっちゃダイエットじゃないですか。いやすごい。だそれ考えると外装パーツでダイエットもすごかったなと思って、歴代の、だ今回それが一緒になってるんで、外装もとにかく軽い、プラットフォームも軽い。でそれにまあ活躍してるのが、まあアルミニウムということで、いろんなアルミを使って、もう大体もう基本骨格の 70% ぐらいがアルミらしいです。で今回あの全部予習して思ったんですけど、ほぼアルミとカーボンのお化けだな。あ、確かにね、そして外装を前から見ていきたいんですけども、このデザインで来ましたか。来ましたね、このデザインで。ただ僕デザインで来たかと思ったんですけど、これも以前ポルシェ別の紹介でご紹介させていただいたときに多分同じこと言ってるんですけど、これ携帯は機能に従うってい う、 もう大原則で来てるということなんで、まあ、基本的に機能優先、
デザインありきで、あ、じゃあここを空気通るようにしようとか、うん、ここ機能でこうつなげようとかっていうんじゃなくって、あくまでもう走るため の、うん、そのエアロダイナミックスの機能が最優先されているということで、うんうんうん、一個一個見ていくとこれすごい造形してますね。そうですね。でまずこの大型なエアインテークもそうなんですけど、うん、はい、ここがブレーキにつながってて、そうなんですよ、うん、これすごくないですか、はい、前向いてるとかじゃないんですよ。ここからこう全部流線形で流していくという、うんうん、そしてこの脇はコアに当たってるんです。はい、そうですね。これだってしかもこの囲われたデザインですよ。まんまこれもうレーシングカーじゃないですか、うん、そしてこのメッシュのこのグリル、はい、これが一応そのゴミだったりだとか当たらないように割と細かめのものを使われてるんですけど、うん、はい、さっきちょっと土方さんと撮影前の雑談で言ってましたけど、うん、これ本当にアルミかなっていう。そうなんですよね、素材感がね。でアルミじゃないっぽいですよね。ないっぽい感じがします。一応なんかこれこのグリル名前がついてて、うん、コーテッドエアインテークグリルっていう、まあ、ホームページも異物を排除する目的でつけてますよって出てるんですけど、はい、ちょっと素材感が不思議な。そうなんですよ、こ結構面積大きいじゃないですか。アルミで作ると結構なんですか、柔らかいというか、多分合成足りないですよね。多分そうなんですよ。で触った感じが違うので、もしかしてアルミにコーティングしているのか、チタン素材とかそういうのかなって、うん、この辺詳しい方いたらぜひ教えていただきたいんですけど、ね、はい、ちょっとあの質感もかなりこだわった感じが、うん、でこれ、ね、紐が出てるんですね、うん、これもあのいろいろ見たけど謎でしたね。あ、そうですか。おそらくボンネットのエマージェンシーじゃないかと、うん、おそらく、おそらくね、場所的にね。はい、そうですね。まあ、この辺も詳しい方いたら聞いていただけると助かります、はい、うん、そしてあとは下がとにかく平らなんですよ。そうですね、はい、よくちょっとスポーティーな車で、うん、結構下フラットですねなんていうのあるじゃないですか、うん、次元が違いますよね、うん、ほぼ真っ平ら、はい、凹凸全くないんですよ、うん、でこのエアのガイドがこうシュッシュッて出てるだけという、うん、これ行動走っていい車じゃなくないですかもう雰囲気がすごいよね。レーシングカーだもんね。たまにレースとかでこうひっくり返っちゃったりして、はい、こう腹下が見えたりするシーンなんかもあるじゃないですか、はい、あれっすよね、もうまさに、うん、真っ平らっていう全部、うん、サイドも全部パネルついてて、うん、ただ一点物申していいですか。私どうぞどうぞ。ナンバーかっこ悪すぎないですか。ちょっと分かりますけどね、はい、ユーロナンバーだとどうしてもこう横長じゃないですか。そうですね、だからおそらくここに収まってるんですよね。そうですね。でポルシェも絶対そこって考えてるはずじゃないですか。もう公道走るレーシングカーなわけですから、公道走れるレーシングカーなわけだから、ここを全く無視してデザインって絶対してないと思うんですよ、計算も。でもしょうがないですけど、はい、日本のナンバーここ縦があるんで、そうですね、だいぶ飛び出ちゃってますね、うん、なんかね、その最初こうこの車初見で、はい、しょうがないじゃないですか、日本の法令なんで。せめてあと2センチ下げてほしいなと。ですよね。そう、下に下げてほしかった。ここの出っ張りが、そうなの、気になってしまいます。気になってしまう。あともう一つ、うん、今回そのボンネットが専用ボンネット、はい、このダクトのついたボンネットになってるじゃないですか、はい、ここの、うん、この整流というかにも影響出てんじゃないかなっていう、うん、これちょっとあのポルシェ DE、うん、本社の方の見解を聞きたい、うんうん、ここ要はこうコアニアスターのこの抜けるところがこう、そうですね、そうですね、ここ絶対乱れてると思うんですよ、うん、大きな影響はないっていう判断なのかな、うん、って思いたいけど、まあ、日本だとあの速度レンジも低いですし、最高速も基本的には公道であれば120キロ、はい、ってことはあれかな、さっき足しをしたらナンバー外してくださいって、あのベースから外してくださいみたいな、そういうことかもしれないですね。もしかするとね、ナンバーベースから外してっていう、で絶対考えられてないはずは、うん、ないと思うんで、まあ、この辺はね、僕の独り言なんでまた何か言ってるなと思って皆さん聞き流してください、はい、そして先ほどちょっと触れたこのボンネット、うん、はい、やってまいりました。このダクトも大きいですし、しかもこれが全体がカーボンということで、はい、今回じゃあ開けちゃいましょうか。開けちゃいましょうか、はい、これカーボンは初っすよね、 GT3 でも初かな。先代ってカーボンじゃなかったよね。アルミですよね。アルミ確か、うん、これっすよ、うん、すごいね、このマットの、うん、これすごいっすね。でしかもあのカーボンでもいろいろ種類あるじゃないですか、うん、この裏側のカーボンに関してはめっちゃ薄いんですよ。薄いよね、確かに薄いです、すごく、まあ、表面は多分もうちょっと厚めの使ってると思うんですけど、うん、この辺でかなりダイエットが図られてるという。そうですね。
だから僕も思ったんですけど、うん、基本的にポルシェって911っていうカテゴリーの車があっても、うん、カレラ系、ターボ系、また GT 系で全然車別じゃないですか、うん、はい、なんか名字が一緒だけど、うん、あの全然違う家庭みたいな、そうですね、言ったら親戚みたいな、はい、今回のこの GT3 だいぶこうなんかレーシングの方に寄ってますね。相当寄ってます。なんか GT3 って言ってもなんかちょっとこう彼ら系な雰囲気も残しつつレーシングっていうイメージだったんですよ。今回だいぶレーシングの方に振ってるなっていう、なんか GT3 がもうすでにもはやこう RS なんじゃないかっていうぐらいな勢いですよ ね、 そうですね今回は、うん、だよりあの最近出た RS がちょっと見てみたいな、見てみたいです、はい、そんな感じのこのスバルタンのボンネット、そして、うん、これ一緒に紹介しましょうか。じゃあ、はい、トランクの方も、トランクの方は、うん、まあ、この辺は相変わらずって感じですね。そうですね、トランクの方が132リッターということで、はい、いやでも大きいと思いますよ、はい、そうですね、はい、まあ、一応その日常使いもできてそのままサーキットも行けるということなんで、うん、スーツケース、スーツケース、はい、そのぐらいも入るか、全然入りますね、こんな感じになっております。うん、そしてあとヘッドライトの方が色が入るんですね、はい、うん、これオプションの、はい、PDLS のこのシャークブルーになる、そうですね、はい、で今回は車がシャークブルーってことなんで、まあ、この辺が合わせたと、はい、でローンチカラーがシャークブルーなんですよね。はい、そうです。これ初新色ですよね。新色です、はい、こちらになってると。ただスペシャルカラーになるんで、うん、これが59万4000円ということで、なかなか贅沢オプションがなかなかねついてる、はい、でこれ順番に紹介してますけど、今回の車装備もかなりいいんですよね。はい、装備いいです、はいはい、なんでまあ究極系というか完成系の状態でご紹介できるじゃないですか、うん、はい、そしてあとは足回り、うん、いきましょうか。こちらが、まあ、992からですけども、前後異サイズというか20、21のこちらになっております、はい、そしてまずホイールから見ていきたいんですけども、うん、単造ホイール、うん、まあ、こう往年のこの Y 字というかこう2本2本の10本な感じですけど、はい、なんか進化してますよね。やっぱりしてます。シュッとしたなっていう。そうです。で単造ホイールなんで当然軽量ですし、うん、まあ、剛性もかなりと、うん、なんかくり抜き方もなんか大きく、そうですね、ここもくり抜いてるし、ここもくり抜いてるし、うん、はい、先代よりかなりシャープな印象。この内側も結構くり抜いてるんで、うん、でこちらの方がフロント2553520、はい、ホイールの方が QJ になるそうです、うん、そしてタイヤの方がミシュランのカップ2、うん、これカップ2改めて、予習しようと思ったら、うん、結構これ奥が深いタイヤというか、うん、ただこうハイグリップなタイヤでしょうと思ってたんですよ、うん、そうしたらそうじゃなくて、うん、これコンパウンドをいろんなところで使い分けてるらしいですね、うん、内側と外側でまずコンパウンドが全く別のものを使ってるらしいです、うん、で特にこの角、うん、ここに関しては要はこうコーナー回るときに一番こう力がかかる、かかりますね、ここ一番こう剛性のあるコンパウンドを使ってるらしいです、うんうんうん、でこれなんか車によってはイーグルの、F1 かな、はい、グッドイヤー履いてるモデルもあるそうなんですけど、今回の車のは、ミシュランカップ2、はい、こちら装着されてございます。であとは TPM、はい、タイヤ、プレッシャーマネジメントでしたっけ。はい、そうですね。サーキット走行前のなんか冷えたタイヤの空気圧を考慮するサーキットモードもついてるそうです、はい、サーキット走ると内圧が上がるじゃないですか。で上がった状態でベストってやっぱり2キロだったり 2.2 キロだったりするんで、はい、走行前って窒素だとしても多分 1.6 から 1.8 ぐらいのセッティングが多かったり、でポルシェみたいに RR だったりするとね、また違ったりするんで、その辺は考えられてますね。そうなんですよ。普通の外気温で普通の、うん、こう走る前にこう調整して回ってきちゃうと内圧がこう上がりすぎちゃうんですよ。そう、もうパンパンになっちゃうんで、極論言うと自転車のタイヤみたいになっちゃうんです。真ん中膨れちゃうんで、その辺が合わせられるようになってる、うん、そしてあとはブレーキの方がカーボンセラミック、はい、こちらがオプションのものがついてるんですけども、うん、まず標準のものだと、うん、これ標準の時点でだいぶでかいんですけど、スチールローターのもの、はい、こちらが408パイなんですけども、うん、それも仙台比28ミリアップなんですよ。そうだよね。だめっちゃ大きくなってるんですよ。めっちゃでかい。ホイールも大きくなってるんで、そうバランスそんなに変わらないかなと思いきや、冷静にねローターだけ見るとすごいでかさなんで、めちゃめちゃ大きくなってる、はい、で今回さらにカーボンセラミックなんでフロントが410パイ、うん、はい、でブレーキの方が6ボット、うん、アルビモノブロックキャリパーということで、素晴らしい。これオプションで152万円するものが、えらいですね。であとフロントのキャリパーがこう大きすぎないのと、そうなんですね、あとはこのアルミのモノブロックキャリパーっていうのは、うん、やっぱり こだわってるところなんだなっていう、はい、でやっぱりこう2ピースのものだとボルト止めのやつあるじゃないですか、うん、はい、あれってこう踏んで、うん、キャリパーの中の内圧が上がった時に、うん、もちろん目で見ては分からないですけど、微妙にこう開いちゃったりとか、そうなんですよ、よく言われます。それはやっぱりあるんですか。ありますね。でタッチ変わるのはその2ピースのせいなんじゃないかっていうのはよく言われます。結構こう
酷使されたブレーキなんかだとも開いちゃってるのかもあるとかって聞きますけど、ね、多いですね、はい。まあ、その辺がかなり剛性が取れるモノブロックのキャリパーがこちらが装着されてございます、うん。そして当然カーボンセラミックですから高い耐フェード性と、まあ、安全性なんかもアップしてますし、はい、あとはなんとスチールに比べてマイナス 50% ということで。何がですか？重量がです。あ、重量がですね、はい、半分ってことですね、はい、素晴らしい。だら車の動き全然違うんじゃないかなっていう、一式丸々ですけど半分になるんで、まあ、そのぐらい軽量化にもつながってるという。いやだってさ、メンテナンスとかでブレーキロードは新品に変えるときに普通にスチールのブレーキ持つでしょ。皆さん想像しているより相当重いもんなんで、ね、びっくりしますよ。400パイって言ったらもう一番でっかいクラスじゃないですか、はい、もう本当に大きい高級車についてるクラスなんで、はい、本当によいしょっていうぐらいなんですけど、もうそれが半分ぐらいのサイズ、そうですね、重量になって、そして足回りの方がめちゃくちゃ進化してて、先代までマクファーソンストラットだったのが、ダブルビッシュボーになっているということで、フロントの接地感がかなりアップしてる、これあのミニがマクファーソンストラットなんで、僕かなりこう馴染みのある足回りで、詳しくない方だとこいつ何言ってんだって感じですけど、ストラットって基本的にこうロアームとショックなんですよ、ね、はい、そうですね、はい、基本的にショックがアッパーアームを兼ねてるんですよ、はい、ここのショックの剛性がめちゃめちゃ重要、うん、どうしてもショックがすごい頑丈なショックが必要になる、でなおかつ応力がかかるんで、ショックの動きがそんなにめちゃくちゃいいかっていうと、そうでもないと、だそれがダブルシボになるとアームが2本出てショックなんで、基本的にショックに応力かかんないんですよ、はい、ただとにかくショックの動きがいいと、うん、ただパーツ構成がすごく増えるのとちょっと複雑になりますね、複雑になるんで、うん、まあ、スペースが必要になるのと、うん、まあ、全体的にはシステム的には重くなってしまうと、はい、ただその辺も、うん、まあ、素材をいろいろ見直したりだとか、うん、まあ、あとはその接地感の方でメリットが取れるということで、ここ変えますか？変えますねだからそれすごいなと思ったんですよ。いやでもポルシェ進化してるっていうのと、次にどういう方向性に持っていくか、どういうふうに進化していくかっていうのは、もう間違いなくポルシェ次の型を考えてこの型を作ってるはずですから、楽しみですよ。そういった意味では冒険ですけど、乗ったらニュアンスももうガラッと変わってるわけじゃないですか。もうステアリングインフォメーション全く違うと思いますですよね、はい、なんでもうそこは大胆に変えてきて、まあ、でも991とか997とか僕乗ってますけど、997、991は特にフロントの接地感めちゃくちゃいいって覚えましたけどね。さらに上を行く、はい、まさに RS いらなくなっちゃうんじゃないのっていう感じですね、まあ、行動じゃ到底試せそうにないですけど本当です、はい、こんな感じの足元になっております、はい、であとは、うん、フロントからつながるそのエアーの取り込みがまあすごい。ちょっと見ようよさっきのあれ、見てます？せっかくなんでこの足元が WE4 になってるところと、うん、あとはこのエアガイドがなんとこのこれナックル側についてくるんですね。そうなの、ここすごいよね。だから基本的にもうそのタイヤの切れ角関係なく、うん、ローターにこうコールドエアを当てるっていう設計なんですかね。そうです、そうだと思います、間違いなく。でもうそれなりの風圧がかかるわけじゃないですか、うん、にもかかわらずこんな大型のものをつけてるという、うん、だってダクトを引っ張ってきたところで、あのタイトコーナーとかで負荷かかってて、あの進入の時とかこう本当レースっていうかさっき走る人分かると思いますけど、ステアリング切りながらブレーキングしていくじゃないですか、きついコーナーって。その時に風って当たらなくなっちゃうんですよ正直。じゃあストレートだけでいいのかって、ストレートブレーキそんなに負担かかんないのにって、多分メーカーもいろいろ考えてると思います。だからもう本当にタイヤで塞がらないようになってるわけです。そうです、そうです。だバンパー側のダクトだけだとどうしてもタイヤ切った時には塞がっちゃうんで、そうちゃんとこのガイドも、はい、だいつでもこう風が流れるようにっていうのは。そしてちょっと話は戻っちゃいますけど、はい、このダブルウィッシュボーン、うん、これ何もないとこからこのダブルウィッシュボーンが出てきたんじゃなくて、うん、これ RSR からの流れらしいですよ。ああそうなんだ。不等長のこのこれを、うん、まあ、それの派生として来ているらしいです。そしてサスペンションの方は当然この調整式の、うん、はい、この直巻きのバネとヘルパースプリング入りのこちらのサスペンションになってます、うんうん、なんかちらっと見えてるけどさ、そのフロアのその、あそうです、これをさっき説明しようと思いました、はい、これがなんとですね、うん、フロントホイール後方の、うん、これエアコントロールエレメントって多分言うと思うんですけど、はい、これでダウンフォースが2倍になってるそうです。おすごい、ここのマジで。この辺もめちゃくちゃ考えられてるという。流すんだね風をね。であとはもう GT3 ともうこの走る車ってことなんで、うん、もう調整がとにかくできるようになってると、はい、でアライメントももう細かくできますし、で車高も当然調整式のサスペンションなので調整できますし、うん、キャンバーも調整できますし、あとはスタビに関しても調整ができるようになっているということで、
ロットの調整ができるんだ。いろんなシチュエーションに合わせてセッティングができる車、うん、なるほど。結構車によってはフロントのキャンバーいじれませんよとか、うん、もう塔だけですよなんて車少なくないじゃないですか。そうですね。とにかくあらゆるシーンに対応できるようにその辺の調整なんかもかなり細かくできるよ。ポルシェなんかさ、空冷の時なんかもさ、サス、ストラットの取り付け、はい、長穴だったからね。ああ、でこう触れるようになって、ね、そうそうです、はい、だからもうその辺もできるようになってそうです、うん、そして横行きましょうか。はい、やってまいりました。お、いいですね。カーボンルーフが、はい、こちらオプション60万円のカーボンルーフが、うん、ほら、はい、ついております。意外と安い。あ、本当ですか。はい、まあ、ビジュアル的にもそうなんですけど、はい、もう低重心化そうですねのためにこちらがついてる、うん。そしてあとはミラーもカーボン、はい、まあ、今回オプション紹介じゃないんで、はい、あれなんですけど、ね、ちなみに25万円ぐらいするそうです、はい、で相変わらずこれ畳めないやつですよね、はいはい、当たったら飛んでいくやつということで。そうです、はいはい、でこっちの下は同色になってるんですよ。ないなってますね。もうなんかいいです。僕何がですか。全然カーボンじゃなくても素地でも何でもいいなと思って今回、はい、このシャーシと足回りとエンジンがこの車は全てだなと、うん、そしてあとは横このサイドスカート、これ樹脂のものが、はい、そうですね、この辺がついてて、あとはガラスなんかも全部軽量の、うん、そうです、薄いガラスになってます。この辺も歴代のこう流れを組むやつですよね。はい、で開けてみて、うん、そんなにこうビジュアル的なものは変わらないです、ね、変わらないですよね。はい、一応合わせてはあるんですね。そうですね、一応合わせてあります。内側と外側が、はい、内側が若干薄いんですかね。そんな感じがしますね、はい、うん。でこれいろいろ調べたんですけど、はい、どのぐらい軽くなってるかはちょっと出てなかったんですけど、うん、なるほど。トータルではかなり軽量化に、うん、貢献しているそうです、はいはい。そしてリア周り、うん、リアホイールの方が1インチアップの21インチということで、はい、サイズの方が315-30-21、うんうん、21ですよ。すごいね。なんか台形ってなんかスポーツのちょっとこう対極の方向に進んでってんじゃないのっていう空気もあったじゃないですか。なんかこう台形でもちゃんとスポーツできるって証明されてますだと思ったんですけど、底辺平でもこう今サスペンションの性能がめちゃくちゃ上がってるんで、こうタイヤをこう使わなくてもいいサスペンションとして、うんうんうん、それもあるのかなっていう。そうですね。だ昔ってやっぱりこうすごいレーシーな車とかある程度こうタイヤの扁平ってあったじゃないですか。そうなんですよ。たわまないと食いつかないっていうのが昔のセッティングがあったので、僕はそういう認識がずっとありますね。で今やこの最先端トップを走ってる車が21インチですよ。すごいよね、はい、でサイズもそうなんですけど、うん、全体的なサイズというか大きさもかなり大きい感じがします、うん、このせいもあってか、うん、なんか後ろ大きくなってるように見えるんですよ僕。そうですね。でも型が変わるごとになんとなくこうリアセクションがグラマラスになってる感じは見受けられますけどね。ただその315っていう太さもあるので、薄いといっても、まあ、プロファイル的にはまあそこそこ立ち上がってるのかなって感じはするのと、あとやっぱり前にもポルシェかなんかの時にツーチーと撮影してる時言いましたけど、タイヤのグリップって太さじゃないじゃないですか、当たるところなんで。だから外径が大きい方が転がり抵抗少ないままグリップを稼げるので、そういった意味でも大きくしたいと思うんですよね、メーカーとしては。だからスーパーカーの定番でランボルギーニもそうですし、異形だったりするじゃないですか。だから外側、外側っていうかその外形というかその転がり方向に対しての接地面を稼ぎたいっていうのがメーカーと、タイヤメーカーの考えだと思いますね。なるほど、うん、そんな話もある。そしてリアのブレーキの方が390倍ということで、でかっフロントに持ってっても390の車ってあんまりないと思いますよ。そうだって21インチなのにスカスカ感があんまりないもんね。ないんですよね。そう、もう普通に考えるとインチダウン、多分1インチダウンぐらいだったらまあギリできんじゃないかな。ギリ、はい、そのぐらいのサイズ感ですけど、リアは4ポット、はい、そしてあとはリアは、当然リアアクスルステアなんかも4ダブルレストですよね、うん、こちらも付いているということで、これいろんなレビュー見たんですけどすごいらしいですよ、うん、あ、そうなの。めっちゃクイック車が動くらしいです。一時こうポルシェの4ダブルレストで出たての頃はなんか癖があってとかって切っちゃう人もいたじゃないですか、うん、もう進化してすごいらしいです。ただ乗ってないんでわからないです。これ付いてる？あ、付いてないですか。付いてると思いますよ。レビューでそう書いてありましたよ。リアアクス標準なの？標準だと思いますよ。ああ、ここに これが、はい、そうなんだ今回は完全にこれ紹介じゃなくて、うん、はい、雑談の回ですけど。そうだね。あ、はい、そうなんだ。俺ないもんかと思ってて、はい、リニアな挙動っていうかさ、はいはい、
伝えるためにあえてつけてないのかと思ったの。でこれいろんなところでポルシェのやつ書かれてるんですけど、うん、デジタルとアナログの融合っていうのが、まあ、一つのコンセプトになってるということで。なるほど。だから運転するとすっごいダイレクト感というかソリッド感あるけど、うん、まあ、実は車側のサポートがめちゃくちゃ入ってる。当然 PSM もついてまして、ね、トリップベクタリングなんかの電子デバイスなんかも、はい、もうフルフルでついてる、うん、で必要だったらそれ切れるということで、まあ、もちろん 4WS は切れないですけど、うん、はい、素晴らしい。こんな感じのリアマリーのトレです、はい、そして問題のリアがやってまいりました。リア来ましたね、はい、お待たせいたしました、はい、うん、ここから触れずにはいられません、はい、こうなりましたか。こうなりますね。これ GT3 のウィングじゃないじゃないですか。もうもはやね、歴代の流れを見てると、はい、まあまあ大型のウィングはついてますよ GT3、うんうん、スワンネックになっちゃいました。当然スワンネックになっちゃいましたね。ここからこう出てくる、これアルミ合金のこのステーみたいなんですけど、はい、うん、これがなんかこのここでこうエアが乱れないようにというか、うん、ということでこの形状だからめっちゃ薄いですよね。はい。ただこの見てもらうと分かるんですけど、ここなんとなく形状が薄い1枚じゃないですよね。こうちゃんとカクカクカクっていう、そうです、全てこう空気の流れを、で要はここに柱立てちゃうと、はい、ここが乱れちゃうということ で、 そうです、まあ、極力薄い、うん、でなおかつ前に持ってきてここの風はちゃんとこうスムーズに流すという。僕ら素人なんで分かんないですけど、確かに揺れてみたら流すためのウィングの下に柱があるよりはその前でここ風を切ってもう一回整流した方がいいよね、理論的には。だからこの辺が本当にその風洞とあとそのシミュレーションの進化で来てるようです。なるほど。あとはこれ商品車なんで触っちゃいますけど、はい、めちゃくちゃ豪華なんですね。すごいんですよ。びっくりしますよね。だこうできないですけど、なんかこうここでやりますけどもうびくともしないでしょ。っていうか車体動くからね。さっきカメラマンさんもこう確認しててこれ車体が動きますねみたいな。普通にここ座れちゃうんじゃないかっていうぐらい、いや本当そうだよね、剛性がある、うん、当然ここカーボン製のリアウィングになってて、はい、うん、翼端板はカーボンじゃないですよね。これはカーボンじゃないです ね、 カーボンですかね。多分樹脂っぽい感じがしますけど分かりません。詳しい方いらっしゃいました、うん、はい、もしかしたらこのカーボンかな、なると思いますですかね、はいはい、そしてあとはとうとうエンジンルームが開かなくなったということで、はい、今回エンジンルーム個別での紹介はございませんけど、はい、あの室内のレバーを引いてみました。ジガさん、なんすか、室内のオープンのレバーを。あ、やってないですよ、うん、ここしか開かないですよ。ここプリップリッって開くだけ、はい、せっかくなんで今回開けましょう。開けましょうか、やりますよ、はい、どこですか。ですね、はい、どこですかって感じですよね、はい、ここでございます。あ、可愛いじゃないですか、はい、あれもうマクラーレンじゃないですか、これもう。本当ですね、もはや。もう整備させる気ゼロですよね。あ、開くのはこっちだけ、ね、ここだけなんですよ。あ、そっか。でここをクーラントとオイルだけ足せるだけということで、うんうん、もう本当にマクラーレンですよね。マクラーレンなんか真ん中ポコッと開くじゃないですか。はい、本当そうですね。ということで、ついに上のファンすら見えなくなったと、はいはい、こんな感じのエンジンに。なるほど、はい、なっております。じゃあせっかくなんでエンジンルームもそのまま行っちゃっていいですか。はい。でエンジンの方は、3996cc 水平対向6気筒、まあ、この辺おなじみですよね、はい、あの先代のものが、ブラッシュアップされて搭載されています、はい、で馬力の方が510馬力、レブの方が8400回転、うん、でトルクの方が470ニュートン、それが6100回転、でマックス9000回転まである。でレブカウンターの方はなんと1万回転まで、うん、バイクじゃないですか、もうすごいですね。一応0100 3.4秒、最高速のが320キロっていう風にホームページの方出てたんですけど、あの海外のレビューだとなんか350キロとかって書いてあるところもあったんで、まあ、どれか正解か分かんないですけど、多分ホームページが合ってると思います。320、まあでもあれでしょうね、ポルシェなんで実測値より低く多分交渉するで公表するでしょうから。そうなんです、あの、はい、この車が出た時にニュール何秒っていう風に出てたじゃないですか、うん、それにあのプラスしてこれテスト車両で出たタイムですって出してたらしいですよ。要は本気で走ってたんじゃなくて、まあ、テストの段階でたまたまこのタイム出ちゃったよみたいな感じで出してたらしいですよすごいね。ということで、まあ、その辺があるかもしれないですけど、一応メーターの方は350キロまで振ってあって、まあ、一応公表値320キロ最高速の車だと。でマニュアルの方が、0100 3.9秒ということで、やっぱりもう PDK の方が圧倒的に速くなってる段階に来ているかなと、ね、賢いからね。ただマニュアルはマニュアルで絶対的な楽しさあるじゃないですか。だからもう特にこの辺の車ってなってくると、うん、もうそのタイム的なもの以外の魅力もあるかなということで、うん、まあ、この辺0円でなんと
PDK とマニュアル選べるということなので、まあ、いろいろな答えあると思いますけど、はい、そしてあとはエンジン、うん、これ前回 GT3 の時に GT3 のエンジンってもしかしてラッシュアジャスターないやつじゃないですかねっていう話したの覚えてます？覚えてます。あのその後調べましてやっぱりないらしいです、はい、やっぱないんだ、はい、リジットバルブコントロールって言ってそのそうだよ、ね、バルブのタペットを調整する機構が入ってない、うん、もう直 で、 そうです、ね、でやっぱりあそこでロスが出ちゃうん で、はい、でその辺の、まあ、いろんなものが見直されて、うんまあ、鬼レスポンスになってる。そうですね。あと本来はレーシングスペックのエンジンをずっと歴代作ってますからオーバーホールありきでメーカーは考えてますからね、うん、ただ普通に乗っていただく分にはなんか何千時間でオーバーホールとかそういう感じではないんで普通に乗る分には全然普通に乗っていただける、はい、ただ、うん、僕これエンジンどうしても痛いなと思って、うん、この型式でエンジン調べたんですけど、うん、まだ出てこないんですよね。あ、そうですか、うん、詳細だったり、うん、画像だったりが、うん、で先代の 991.1、うん991.2 で大幅改良されて、はい、でこれにも積まれてるじゃないですか。で 1.1 の、 その大幅改良前の、うん M175 かな、はい、のエンジンをたまたまそのバラしてる、うん、分解してるレビューしてるブログがあって見たんですけど中すごいっすね。ほんとレーシングか。でもコンロットなんかチタンとかだし、うんうんはい、これはちょっとエンジンだけでも買う価値あるなっていうぐらい。それの進化版なんでより見たかったんですけど残念ながらないんで、お届けできないということで、はい、そんなエンジンが搭載されているそうです。そしてリア周りの紹介に戻ると、うんはい、リア周りもちょっとフロントと共通性を持たせたというか、うん、この囲われてる、うん、はい、そうですね。よりなんかこうレーシングの方に振ってきたなと思ってしまいました、うんうん、この辺とか土方さんさっき言ってたんですけど、うん、これで来るっていうね、市販車これで来たかみたいなね。だからこのリフレクターが若干違和感があるぐらいの造形になってきたと、はいうん、そしてリアはこの大型のリアディフューザーもついてて、うんはい、別体なんですね。そうなんですよ。バンパーと、うん、ここお分かりいただけますでしょうか。完全に切れてて、うん、ちゃんとこのバンパーの中のエアもおそらく抜けるようになってるんじゃないか、うん、で下周りのこのディフューザーももう前までですよ。前までって言ったらですけど、うんはい、リアタイヤの車軸の辺までそうですねディフューザーが入ってる、うん、すごいな。でこれ思ったんですけど、うん、多分マフラーも絶対こうどうにかしようって考えただろうなと思いました。あそれは空気の流れと、うん、最近ランボルギーニなんかも全部マフラー上に持ってきてるじゃないですか。そうですね。でマクラーデンなんか早々に 600LT で上から出したりとか、はい、結局ここの形状がマフラーありきだとこう制限されちゃうというか、うん、ディフューザーがちゃんと使えない。そうですね、はい、だこれは多分将来的に何かやるかじゃないかなって勝手に思いました、うんうんはい、だ結局その高回転でこう高いスピードで走ってるってことはそれだけ排気も空気脈動があるじゃないです か、 だかそれもうまく流していかなくちゃいけないでしょ。だいち早く着目してたのが 600LT だったりとかあとまあランボルギーニも SVK、SVJ とかもうどん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 上に上がってくるっていうかその影響を与えないフロアの空気の流れに影響を与えない位置にみんな変更してるよねやっぱり。で僕詳しくないんですけど F1 だとなんかもうその排気自体をなんかそのそうブローンディフューザーっていうんですか。そう、うん、もうディフューザーに当ててそのまま流速上げて使うっていう空気を流してね絶対将来やってくるだろうなっていう、うん、だもしかしたらマフラーなくなったけどなんかこうディフューザーに吹いてたとかっていうのはありえるんじゃないかなっていう素人考えでは思ってしまいました、うんはいはい、続いて内装見てみたいと思います、はい、内装この辺はもう992ですっかりおなじみのですね。アンロックすると出てくるやつですよね、はいはい、閉まってたら無理やり出せば大丈夫なやつですよ、はいはい。そしてまずこの車の紹介からいくと今回はこの外装のシャークブルーに合わせて、うんコントラスト設置このブルーのタイプが入っているのと、はい、シートベルトも青くなっている、うん、そしてフルバケあるんですけども今回は標準のスポーツシートの方そうですね。ただ 18way の18way そうですいい方ですねシートがこちらがついております、はい、そして、GT3 といえばクラブスポーツパッケージが無償で取り付けていきますけれども、はい、ロールケージと、はい、6点のシートベルト、はい、消火器あとはバッテリーのキルスイッチ、はいまあ、この辺なんかはセットで付くんですけど今回のは街乗りで、うん、そうですね前オーナー様が普通に、うん、乗れるようなということでおしゃれ内装の GT3 になっていると、はい、でこれクラブスポーツパッケージそれぞれで単品でも買えるみたいですね。あそうですからしいです。あなるほど。だ消火器後から買ったよっていう方聞いたことはないですけど、はい、一応ホームページの方でも、はい、モータースポーツの方で単品購入もできますよって言ってますんで、うん、なるほど、まあ、シートが
まあ、このシートなんで、まあ、なかなか変えるっていうのはないと思うんですけど、はい、その辺もできるようになってるそうです。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、GT3 のスカーフプレートもついてて、で GT3 毎回このフックっていうか、うん、ドア下についてますね。ついてますね。これってやっぱりドアの剛性アップなんですかね。締めだと思いますね。はい、そして乗り込んでみたいと思います。はい、非常に今回距離浅なんで、うん、コンディション良好です。はい、スポーツシートは言うことないです。はい、はい、18ウェイなんで、うん、わがままボディ土屋みたいな体型でも、はい、細身の方でも大丈夫ですね、はいはい、全員いけると思います、うん、この辺は、まあ、他の車と共通の部分もあると思いますので、はい、割愛します、うん、そしてコントラストステッチ効いてますね。効いてる。ダッシュボードもそうだし、うん、あとはレザーのパッケージ入ってるんでドアなんかも、はい、そうですね、いい感じです。はい、そしてステアリングはもう紛れもなく GT3、はい、ベーステックスの、そうですね、これ質感かなり良好です、はい、そしてセンターマッキングもうっすら入ってるタイプ、うん、そしてモード切り替えがノーマル、はい、スポーツ、スポーツプラスじゃないんですよね。そう、違います。トラックなんですね。トラックです。はい、ちょっとこれオンにしてみていいですか。はい、はい、もうポルシェ変わらずここにあるのがいいんですよ。そう、あの探さないじゃないですか。間違いないよね。もうずっと外側ですよね。うん、もう最近の車本当に統一してほしいなって思う。はい、はい、今回これになっております。そしてモード切り替えかけない、あ、出ますね、うん、ノーマル、うん、スポーツ、トラック、はい、でこのボタンもちゃんとついております。はい、はい、そしてパドルもついてて、パドルの剛性もめっちゃあるんですよね、うん、はい、ちょっと小ぶりですいい感じの。そうですね、こんな感じ。はい、そしてメーターの方は今全点灯してますけども、うん、専用の GT3 のロゴが入った、うん、こちらのレブカウンターが真ん中にあるタイプ、うん、あとは7インチ7インチかな、うん、の TFT モニターがついているこちらのメーターになります。はい、この辺で、まあ、いろんな走りに必要なインフォメーション、うん、タイヤ空気圧、水温、油温、はい、油圧全部出せるようになってございます、うん、そしてスポクロオプションなんですよね。そうです、今回の車は、はい、ついております。もはやもうなくても何でもいいなと思いました、はい、まあ、今回これついてます、はい、そしてこっちが 10.9 インチ、この辺ももう馴染みですよね。はい、はい、こちらのモニター、うん、であとはこの辺で、はい、リフターも今回オプションでついてますので上げ下げができる。はい、で足回り、うん、はい、あとはエアコン関係と今回シートヒーターもなんとついてるということで、はい、うん、でここ、はい、問題のシェーバーデザインじゃなかったんですね。そうなんですよ。これシェーバーデザインじゃないのってとりあえず99、あ、違う GT3 だけですよね。だけですね。だけですよね、はい、このマニュアル風の、うん、はい、このブーツがついたシフトになってると、うんうん、これ正直言っていいですか、はい、あの最初パッて見た時はうわマニュアルっぽくてかっこいいと思ったんですよ。あ、乗って、はい、押した瞬間にうわマジかと思いました。はい、ちょっとここを押すっていうのがちょっと、うん、このフォントとこれ、はいはい、ちょっとおもちゃっぽいなって。そうですね、おめえごときが何言ってんだよって怒られちゃうと思うんですけど、怒られますけど、正直レビューなんで、はい、ちょっとやっぱり土方さんも思いました。思いました。だからここは何かしら例えばロゴか何かちっちゃいの入れたとして GT3 とかポルシェのマークとか入れたとして、土とんこさっき言ってたようにこの辺になんかシフトパターン的なものを書いてもらって、はい、こっちが押したかったです。ですよね。はい、こうやってマニュアルっぽくていいんですけど この動きもなんかこう、いや、そうですね、こんな感じに、うん、贅沢言っちゃいけません。いけません、はい、これなんか多分意図があって多分こうなってるところです、うん、そうですね。もしくはこうできるようにかもしれないです、もしかしてプラス思考 です、ね、はい、でここだけ黄色文字でこっちも黄色文字で GT3 が入っていると、はいはい、これ新鮮ですね。だからそうですね、はい、この形っていうかこのデザインはすごくいいです。そしてコントラストスイッチがここにも入っているで、ドリンクホルダー1個ここに入っていて、はい、でパーキングとあとこの辺は、まあ、他のと共通なんで割愛しちゃいますけどこんな感じ で、はい、であとは下もちゃんとレステックスになってて、うん、質感かなりいいです、はい、だから今回このスパルタンな外装になったじゃないですか、うんうんうん、GT3 この豪華内装ってこう、うん、あーなるほど、うん、ドリンクホルダーのその表面もちゃんとレーステックスあったんです、はい、いいっすね、これいいですね、はい、そして天井ピラーもちゃんとこの、うん、天井もレーステックスですかね、あるかですかね。いやこれ多分、まあ、とにかくあのスウェード調の、うん、と言っておきましょう、うん、で天井もこれになってます、はい、でバイザーは、うん、まあ、おなじみのこのビニールの、はいはい、いつも通りのこんな感じになっております。はい、はい、いやポルシェ何がいいってこの運転席からの景色がいいんですよ。この盛り上がったフェンダーと、うん、この5連のメーターとセンターマーキング、うんうん、そしてペダルの方はこの辺も大きな変更はないと思いますけれども、うん、ブレーキのこのレバーがなんとカーボンということで。そうですね、はい、
この辺も、まあ、軽量化なんですかね、合成なんですか、ね、合成でしょうね。ここまでこだわります？うん、こだわりますねこんな感じになっております、はい、そしてペダルも、うん、まあ、ほぼドセンターなんで、うん、はい、フットレストが結構左なイメージですけど。そうですね、はい、藤川さん的には右ハンドルかなりいいじゃんということで、うん、大好きですね、まあ、日本の道路事情に合ってますし、はい、日本で、日本の道路事情で気持ちよく速く走るためには右ハンドルの方が優位性が高いかなっていう。なるほど、利き手シフトもちょっと捨てがたいですけど、うん、そうですね、はい、そしてあとは後ろ座席ついてないんで、うん、フワットになりますけれども、うん、ロールケージないと広く見えますね。広いです、はい、だからトランク小さいっていう話は一切関係ないですね。あ、確かにちょっとしたものだったら置けそうな感じだ。全然置けます。ただ固定はできないので、うん、はい、まあ、この辺は便利に使っていただけるんじゃないかなと思います、はい、だとかけていいですか？どうぞ。今回残念ながら試乗はできないということで、はい、せめてちょっとかけさせてください。はい、どうぞいやちょっと一回アイドルアップが終わるまで待っていいですか？はい、めっちゃいい音してるじゃないですか。めちゃめちゃいいね。新車でこんないい音する車が2022年ありましたか？最高すぎます。はい、そして今アイドルアップが終わったんですけど、はい、アイドルアップが終わっても結構な音量っすね。まあまあ。そしてモード切り替え、あ、失礼しました、はい、私トラックになっておりました。はい、ノーマルだったらバルブが閉じるんで、はい、まあ、それでもやっぱり結構なボリュームですね。 GT3 って感じですね。ただ乾いたサウンドは相変わらずっすね。はい、そしてスポーツ以降にするとバルブが開くのかな、うん、はい、そうです。はい、スポーツとトラックアイドリングは一緒っすよね。一緒です。は、はい、こんな感じに。そしてレブリミッターついてるんで4000までしか吹けないですけど、うん、いいですか少しだけ。はい、おー、レスポンスやばくないですかこれ。やばいですね。なんかもう重たい感じ一切ないんですけど、本当にバイクみたいな鬼レスポンス、うん、こんな感じになっております。そして1点、はい、もう1点だけまだあるのかよって言われちゃいますけど、はい、私のがっかり残念した残念に感じたポイントを申し上げてもいいでしょうか。うん、アイドリングストップするんですよ。いいじゃないですか。いや、画期的で、内装でテンション上がるじゃないですか、はい、内装でテンション上がるじゃないですか、はい、エンジンかけてもう一回テンション上がるじゃないですか、はい、で移動してピタッと止まったらエンジン一緒に止まったんですよ、はい、マジかと思って、はい、いやこれはやっぱりついてるよねっていう、うん、でそこまで良かったんです、うん、アイドリングストップオフどこだっけって思っちゃったんです。あ、そうですね。そしたら、うん、ポルシェってこうアイドリングストップこの中なんですよね。そうなんですよ。もうこれなんですよね。そうなんですよ。だからこれ操作もめんどくさいし、うん、まあ、止めんなよって話なんかもしれないですけど、うん、でしかもタッチだから汚れるじゃないですか、うん、だここにつけてほしかった、うん、はい、で新車であのバッテリーとか元気なのか知らないですけど、はい、やたらアイドリングストップ入るんですよね。あ、さっきもちょっと動かしただけで。そうなんですよ。で最近の車ってタイミングも割と良くなってきたんで、はい、こう信号待ちとかで止まってやっぱり行くっていう時にあんまり入んなくなってるじゃないですか、はい、それでもあってちょっと思ってしまうという、うん、はい、だからこの辺は僕の理想としてはメモリーしといていただければ一番いいかな。そうなんですよ。いや、オフにしたらもうオフスタート、うん、だオンだったらもうずっとオン、うん、だその辺なんかは、まあ、おそらくコーディングとかすればできるんでしょうけど、はい、まあ、純正はそんな感じの動きになってますんで、はい、参考にしていただけるといいんじゃないかなと思います、はい、じゃあ最後になりますけれども、うん、今回残念ながら、まあ、距離薄と、はい、まあ、もろもろの事情で試乗はできなかったんですけど、うん、そうなんですよ。乗りたかったね。藤川さん、全体的にいかがでしたか？もう絶対買いですね、これね。もう買いっすよね。間違いない、間違いない、まあ、毎回多分買いだと思うんです、はい、ポルシェの言ったらもうストリートのもう究極系なわけじゃないですか。そう、ある意味だから技術の結晶なわけですから、最新のこれを買わない手はないですよね。買える方が羨ましいですけど、買わない手はないですし、こう、最新のポルシェ、最善のポルシェって言いますけど、まあ、いろんな意見ありますけど、ね、そう、はい、まさに僕はでもそうだと思います。最新のポルシェを味わった人って毎回言うことですけど、どん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 こうバックしていっちゃうんですよ、はい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 、で究極的に、そう、空冷まで行っちゃうじゃないですか。でもそこを覗いてみたくなる。ああ、なるほど、うん、
だから最新に走って行く人もいますし、でも走っていきながらも過去に空冷を味わっていたり、現在所有しながら同時で持っているっていう方も多いので、そういった意味ではある意味こう対極なのかもしれないですけど、何か通じるものってドライバーオーナーさんには分かるんでしょうね。そうなんですよ、ずっとつながってんですよね。そう、絶対につながってます。だからもう最新のももう気になるし、はいはい、大元も辿ってみたくなるっていう、そう、もうこうね、ポルシェならではその味だったり、そのいろんなところがもう脈々と受け継がれているので、同じ何かを感じるんでしょうね。ずっと同じで作ってる車って他にないですからね。ないよね。まあ、より今回あの RS が出たんで気になるところなんですけども、おそらく中古車市場出てくるのはもう少し時間かかるんじゃないかなと思うんで、まあその辺は機会があったらまたお届けしたいと思います。というわけで今回はポルシェ GT3 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。